最後の最後まで厳しい戦いとなりましたが、振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、本当に、まあ、なかなか崩せなくて、全体的に本当に良くないゲームをしたんで、まあ、そこはもったいなかったし、まあ、今日鹿島は結果的に負けてたんで、そういう意味でも、勝ちたかったですけど、まあ、なんですかね、甲府のその守り方だったりとか、攻め方っていうのをうまく攻略できずにというか、自分たちの力が出せずに終わってしまったんで、まあ、それは前回対戦もそうですけど、比較的こうやって引いてくる相手だったりとか、まず守りからっていうチームにうまく試合ができない傾向にあるんで、そこは何ですかね、今日の試合だけじゃなくて、まあ、これからもそうですし、どんどんやっていかないといけない部分なのかなと思いますけど。まあ、一周置きますが、次の札幌も堅い守りが予想されると思うんですけれども、そのあたりについてはどうですか。そうですね、そこも一緒で、自分たちは何ですかね、そういうところは苦手なんで、ある意味試されている部分でもあると思うんで、ここ札幌大宮とか続きますけど、まあ、しっかり何ですかね、戦えれば自分たちは何ですか、勝てるチームだと思うんで、そこを間違えないようにというか、しっかりなんていうんですかね、ああやって守ってくるチームをしっかり崩して、点取って勝ちたいなと思いますけど。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。